本郷3丁目駅は東京都文京区本郷2丁目にある東京地下鉄、東京都交通局の駅である。東京メトロの丸の内線、都営地下鉄の大江戸線が乗り入れている。どちらも駅番号が制定されており、丸の内線が M21、大江戸線が E08 である。両社局の駅は地下通路で接続されていないため、 乗り換えの際は地上に出る必要がある。これは、連絡通路を建設すると民地にかかり越すとことなることや、地上連絡でも距離がさほど離れていないことが理由だが、2011年には、両線を接続する通路の設置が検討されている。隣の春日駅、高楽園駅の場合は、駅の外に出ることなく、乗り換えが可能である。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。 鉄骨作り2階建ての駅舎で改札口は地上にある。改札口は1箇所で、改札外と各ホームの中央付近とを連絡するエスカレーター、階段、エレベーターがそれぞれ設置されている。ホームまではさほど深くない。2006年にホームドアが設置された。駅舎の屋根は玉ねぎの皮のようなアーチ型トラスであり、2002年に改築された。エスカレーターと エレベーターが設置されたのも、この時期である。トイレは、地上1階改札構内にあり、多機能トイレも設置されている。構内店舗の一覧、詳細情報については公式サイト、本郷三丁目駅のお店、施設を参照。乗り場発車メロディワンマウンテン開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。曲は1番線が、素敵に、ハート、2番線が、 サニーサイドステーションである。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札口は、春日寄りに1箇所があるのみだが、ホームと連絡するエスカレーター、階段は二箇所設置されている。ホームと連絡するエレベーターは、中間部に設置されている。駅舎と改札口は地下にあるが、地上への出口は数箇所もあり複雑な上、地上までの距離もある。かつては、 5番出口への通路の途中に、お忘れ物センターが設置されていたが、春日駅前の交通局春日庁舎1階に移転した。乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通りである。本郷3丁目交差点本郷通りと春日通りの2つの幹線道路の交点となる、本郷3丁目交差点を中心に、 丸の内線と大江戸線の駅がある。付近はビジネス街であり、また大学、専門学校や小中学校が多く立地する。さらに周辺には古くからの商店や旅館も点在する。なお、東京大学の赤門へは南北線の東大前駅より東駅の方が資金である。本郷三丁目駅前すべて東京都交通局により運行されている。 トレーニー系統、茶51系統は、菅も営業所、上69系統は、小滝橋営業所、東43系統は北営業所がそれぞれ管轄している。丸の内線の駅開業時の町名に由来する。ただし、ホームの東端のごく一部が、弓町2丁目に、西端のごく一部が、本郷2丁目にかかっていた。1965年にこの地区で、 住居表示が実施されたことにより、駅の所在地とその周辺は本郷2丁目となった。駅の位置が変わったわけではなく、町域変更により、旧本郷3丁目の一部が本郷2丁目になったことによる、出典ありがとうございます。